今回は私んちが国民的アニメにならなかった理由を考えるみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。全体的になんか汚い、飯が踏みそうすぎる。何これ、余り物のおでんをカレーにでも改造したやつ。おでんカレーは実は結構あるんだけど、なんだろうなこれ。キャラの性格悪いとかそこまで言わないが、絶妙ななんか嫌な感じが子供心にも伝わったのがな。たこ焼きですらなんか汚い。後半の謎の料理番組かとか、なんとか生き残ろうと模索してるのは子供ながら感じたな。ボーボボと同じ時間に流された時点で消えるのは時間の問題だったわ。テレ朝あるあるの現実のイベントとのコラボもやってたっけ。イアンソープと水泳対決する母とか。通り小学生のガキだったけど、終盤の方のはこれもうそろそろヤバいな感はすごかった。でも俺は私んちのお父さんとお母さんが温泉旅行に行った時に食べてたアイスとか、お土産にしようとしてた饅頭とか、子供心ながらになんか食ってみたいって気にはなったよ。今思い出すとそんなでもねえわってなるけど。クレシンがそうだけど、子供がバカなことやって大人がちゃんと叱るってフォーマットって、子供にとってもスッと入っていける大事なファクターなんだなって。大人がちゃんとしてなくて子供に迷惑かけるっていうキャラ造形だと不快感すごいわ。自業自得、縁が多い方が薄いよね。何かそう言われると、子供がやらかしても叱る大人がいなかったり、自業自得縁が多い方等の制裁やそれによる反省描写がないのに長寿アニメになってるおじゃる丸ってすごいな。多分10分アニメと30分アニメの違いもあるんだろうけど。そもそもクレヨンしんちゃんっていう再現性が皆無の作品を基準にするのが間違い。確かに当時は私んちに時間を譲る程度に停滞期だったけど、再現性がない作品が停滞期に陥ったから、代替品を用意するやり方でうまくいくわけないだろうと。半分ほどは運営面の責任なんだよね。そこから作品性への批判に発展してるのはもらい事故感すらある。やっぱり子供といえどやらかしたら制裁を受けたり、叱る大人がいてそれで反省したり成長する描写があるのは大事だよな。ヒロシのしんちゃんとマサオくんがぼや起こした時とかはしっかり叱るし、エアコンが壊れた時にしんちゃんが草刈りして部屋に風入ってきて涼しくなった時はミサエとノロのありがとうって褒めるからな。子供キャラのギャグ描写でも罪に対して罰があるからギャグとして成り立つわけだしな。子供だからと罪だけ犯して罰がないのは、いくら子供キャラでも見てる側からしたらストレスしかたまらないからな。今のしんちゃんも原骨はなくなっても叱られはするからな。原骨はなくなったけど、グリグリはまだ健在やで。私んち、たまたま見たんだけど、母があれとっての回だったんだけど、あれあれとか言いながら名前言わないで何回もみかんに取りに行かせては違うとかなってるあたりで、これ国民的アニメにならんわってなった。というか今ググったけど原作まだ続いてるんだな。 3.11 の直後休止してたけど最近再開したみたいね。嫌な方向に生活感があって生々しく感じる。今から見ると7年以上も続いただけで勝ち組オブ勝ち組ではって思う。それはそう。この作品でありがちな国民的アニメになり損ねたワークまで上積みの中の上積みにはなれなかったって話。この納豆を分ける描写でおおうってなる。これアニメ化されてるのか知らないけど、これが晩飯あたりでやるのはちょっとね。アニメでやったはず。クソ神経質な妹がわかるうーって騒ぎ始めてクソイラついた記憶あるから。ありがとう。晩ご飯の時にこういうのはちょっと見たくないと感じちゃう。美味しい晩ご飯と美味しい晩ご飯の絵を見たい。親が子供に対して謝ることも話し合うことも譲り合うことも一切そんな発想がないのが、不快感を通り越してもはや心配が勝つのよ。そもそも納豆を丼に出してそこから各自分けるってのがな。たまにいるぞ、そうやってる家庭。別に普通ヤンマー自分の家は器から直接かけるんではなくスプーンですくってたけど、規則悪いよな。子供の頃は普通に見てたけど、かなりぐちぐちした内容だったな今考えると。見てないけど日常生活における愚痴よりのあるあるアニメみたいな感じだったのかな。そりゃ好き嫌い分かれるわね。肝っ玉母さんのようだけど、ただただ子供よりも幼稚な親が垂れ流されてるだけやからね。牛乳パックの開け方がわからないのは控えめに言ってやばい。
そのことをみかんは非難していたけど、みかんもみかんで人体の構造を理解していなかったり、ソ連をソ連と書いたりと国名をわかっていなかったりと、この親にしてこの子ありを体現している。子供の頃はちょっと変わってるけど面白い父ちゃん母ちゃんって見てたけど、今見ると普通に性格悪いダメ親でな。大人になってみると作者はこれを笑える話や一般的なあるあるネタとして描いてることに嫌な勘ぐりや恐怖を覚えてしまう。作者は全然モデルにしてるつもりなかったけど、漫画を読んだ友人にケラ作者のお母さん怒らないの?と心配されたとか。クレシンはまずケツを出して走り回ったりのフィクションだからこそ面白いのであって、アタシンチみたいなあるあるネタは不快感が面白さに勝っちゃうと萎えちゃうんよ。アタシンチって他のキャラからもちょっとずれたおかしな家族として見られてると思ってたけど、あるあるネタなの?おかしなとこはあるけど大体は一昔前のおばちゃん主婦あるあるだよ。子供の頃は普通に楽しく見てたからな、アニマンで定期的にぶっ叩かれてるの見るのはなんか心苦しい。近年といってももうここ15年あたりだとしんちゃんは下品なことしなくなって、気が利口なので良い子の部類になっちゃってるからね。せいぜいナンパするいになっちゃったからね。ケツだけ星人もナーフされたし。夏映画でブラジャーマスクマンやるけど原作の話が元だからってのもあるが。お下品要素が減ったのは悲しいけど、いい子にして人災要素減らしたのは正解だったと思うわ。昔あった顔見知り程度の女子大生を毎回バイト首に追い込む話とか見てられなかった。残ってるのは悪い人にしんのすけが関わると振り回されて縁が応報。良い人にしんのすけが関わると振り回されるけど良いことが起きる。こういうのだったな。ねねちゃんママの話も改めて見ると、しんのすけに振り回されて痛い目を見て、しんのすけは特に制裁なしとねねちゃんママだけがとにかくかわいそうだったけど、その辺も変わった。ねねママはどっちかというと利口利得になるように性格悪くなったけど、そもそもそういう甲斐が減った。大人になって気持ちに余裕ができてから見るとむしろクレシンやドラえもんより断然面白く感じるけど、子供受けは悪いかもな。そこそこ見てたはずなのに、オープニングだったかエンディングのさらばしか覚えてないあたり見るもんなかったから見てたんかな。当時ミサイはなんやかんや料理はしてるからな。さつまいも大量にもらってなんとか消費しようと連日さつまいも料理になったかいあったけど、普通に美味しそうだった。ミサイの場合はたくさん買ってきたりもらってもちゃんと全部違う料理にしてるんだよな。納豆さえもスパゲッティに混ぜてた気がする。アタシンチはあれでも原作よりは母に因果応報浴びせてるからな。原作だとダメな母が痛い目に遭うことなく終わること多かったし。アタシンチの母って世間の母親の嫌なところの詰め合わせみたいなんだよね。中学の時クラスの女子がこれのせいで一人性にアタシを使いにくいって言ってたな。私がなんかかしこまりすぎてる感覚があるから別のがいいってことで結局うちに落ち着いてたけど。専業主婦なのに料理が全くできないなのがやべえ。立ちが悪いのが本人は別にまずくないと思っている下なんだよね。だから料理ベタの自覚なし。そもそも母に人気がないのがな。料理ベタのくせに横着してサボるのはあかんでしょ。野原家でも給料日はちゃんと作ってくれるのに、ここの家は給料日あたりになるとちくわだからな。母がママ友と喫茶店で夕飯前のギリギリまでお茶会をした後に、こんな時間だし夕飯は簡単なものでと、しらす生卵だけを出したのはもうね。全員自分はまともだと思ってるからな。この辺までの時代は1クール単位の深夜アニメと打ち切られるまで続く普通のアニメみたいなイメージがあった上に、数年続いた分、ハム太郎とかも含めて慣れ慣れなかったのかみたいに言われがちな印象。あとネットの世代。時期的にはゴールデン帯からポケモン以外のアニメが減り始めた時期だったり、深夜アニメが増加したりで、アニメのビジネスモデルに変化があった時期とも言えるだろうし、この頃はアニメ人気自体がかなり落ち込んでた気がする。ミサイが手抜きした記憶がない。焼肉ロードでの貧弱なのは夜のためだし。しんちゃんにいつも手抜き手抜き言われてるけど効率化の範疇だよな。ミサイは割と常識的模範的な専業主婦やってる印象。しんのすけのしつけで当たりが強くなってるだけで。しんのすけは基本的には良い子だけど、普段はぶん殴られても仕方ない言動を繰り返すから、あのしつけもしゃあない。
比較対象の野原家が家庭像として理想的すぎる定位。みかんが進路を悩んでる時のアドバイスとか文化祭直前のテディベア縫い付けとかちゃんと親やってる時も多いんだ。ただギャグ漫画だからかとんでも描写の回の方が多すぎてね。理想化されてないちょっとリアルな親のエピソードを集めて詰め込んだ結果なんだろうな。ミサエってしんのすけがイラン風呂を被害まき散らしてぐーたら主婦のイメージついてるけど家事も料理も手抜かないよな。夕飯しょぼい時は大体しんのすけのつまみ食いや手伝い失敗が原因だし。ひまわり生まれてからは逆に朝からようやってる定見の方が多くなっていった印象。同じギスギス家族でもちびまる子ちゃんで夕飯のうまいまずいが話題になることはほとんどないな。まる子があれ食べたいってだだこねててんやわんやする話とかはあるけど。ちびまる子ちゃんだと食事系に関しては小杉という問題児がいるのもあってまるちゃん家単体だと印象薄くなったてのは正直ある。実際5歳児と血のみ後の世話道理はかなり大変だろうな。量も手がかからなくなってきてはいても何するかわからん時期だし。3分ぽっきりの朝の時間とかほんとよくやってるわってなる。クレシンの映画で朝起きて家事する様子が垂れ流されたりするけどテキパキとはいかずとも頑張ってるわ。子供の自分は特に気にせず見てたけど親が嫌がって見なくなったな。当たり前だけど国民的アニメになるんだったらどの世代からも一定の評価もらえなきゃダメよね。これみたいないい話をもっとやってほしかった。まあ日社のようなクオリティの食事を出す回もあったから。私んちとケロロは歯車が噛み合えば国民的アニメになり得たね。母はケロロのカップラーメンを覆ってる透明なビニールとシールをマリアが取れんみたいな回がなぜかハマって大ウケだった。ケロロはむしろ本来オタク向けの作品をよくあそこまで国民的アニメ一歩手前にまでできたなって気持ちが強い。ドラえもんみたいな居候物の作品とはいえ原作だとどぎついネタもあるのに。夏美のパワードスーツなんて子供向けじゃねえしな。よく見ると。むしろ初期から中期までは原作の毒成分やオタネタをうまく中和しつつも活かしてたから大ヒットしたのに後期はそれを薄めすぎてほぼ無効化した結果つまんなくなってしまった。あんな原作でよくやったと思う。エロネタ深いネタ多いのにアニメは本当にうまく調理してた。これとか GTO とか子供の頃はなんとも思わず見てたやつも大人になってから読み返すとだいぶ印象変わるよね悪い意味で。正直言って、私んちとレンジャラス G さんのどちらが面白いかと言ったら、間違いなく、後者だよね当然。だってトイレの流す水で手を洗う父だぜ。深いと面白いの中間で漂ってるちびまる子ちゃんは奇跡的なバランスに思える。マルコは最終的にスミレが何とかしてくれるだろうって安心感があるもの。読んでる時このスレで言われてるようなこと全然考えて読まなかったな。ギャグ漫画だと思って普通に面白く読んでたからここまで嫌われてんの意外だわ。悪い作品じゃないと思うし俺はそこそこ好きな作品だとは思うけど、きつい作品ってのはわかる。ある意味嫌な意味でリアルなんだよな。それが好きな作品だとは思うけどアニメが長生きするタイプの作品にはあんまり思えなかった。仮にどれだけ面白くてもドラえもん、クレシンに勝てなかった時点で終了してたと思う。よかれの話は最後に母も痛い目を見て今までの自分のことをちゃんと反省するってのがよかったな。拒絶感というほどのものはなかったけどクレシンのような世界観の広がりようはなかったイメージ。もともとのポテンシャルが低かった。そら原作者自ら世界観の天井を仕上げたからな。いろんな意味で映画一作目がターニングポイントであり他が真似したくても不可能な要素。ハイレグ魔王とか原作者の提案と聞いてあの人の発想には一生かなわないと思った。一体何を思って日常ものに異世界要素と魔王要素を加えようと思ったのか。面白い作品ではあるけど国民的アニメにはなれないよな。そもそもサザエマルコクレシンどれも国民的アニメとして改造されまくっただけで極論後発で席がなかったに尽きる。まああの半魚は日本のアニメの代表となるにはどっちにしろきついと思うが。原作は私んちに負けず劣らずの毒持っている作品ばっかだもんな。放送時間の相性もあるわ。日曜18時の競合しづらい時間帯を初手から抑えてる。ちびまる子ちゃんはさらにサザエさんと並んで放送される相性が抜群に良い。
ドラえもんとあたしんちの並びはシナジーがないのよ。それとお子様向けに商売っ気出すのも失敗で、地道に存在感を固めていくべきだった。皮肉にもローカル枠移った後の方が圧倒的に長いのも放送局の少なさ以外は本来向いてる放送枠に落ち着いたからだしね。クレヨンしんちゃんは改造された上で教育に悪いアニメ扱いされてたけど原作初期読んでみたらこんなもんじゃなくてかなり丸くなってるのがわかる。前が見えねえ。クレシンの前が見えねえ回も原作だと床にぶちまけたやつを拾ってアニメで風間くんがやったことをしんのすけたちがやってそのまま食べさせてるからな。アニメだとちゃんと予備のやつもらって風間くんが一人で恥かいて終わったけど。みかんと母が入れ替わる映画は個人的には好きだが魔王とか魔女とかレルクレシン映画と比べると地味ではある。そういう映画を作れたとしたら見てみたいとは思うが。あたしんちも母が超能力者になるとか映画でやってたじゃん。それで面白くなるかはまた別だけど。別に国民的アニメになれば勝ちってわけでもないしな。あたしんちのエッセイ感のある作風とクレシンじゃ全くの別物だし。みかんがぶらつけるの忘れてて絆創膏で代用する神回。風呂上がりの母や父が裸でうろつく話で笑ったのは覚えてる。こんにちはありがとうさようならまた会いましょうから始まる OP は良かったと思う。当時はそこまで気にしてなかったけど、各家族にいくつか綺麗じゃない部分や品のない部分やデリカシーのない部分があるよねってのを書きたいのはわかるんだけど、それを定期的にやるから普通に品のない家族になってじんわりとした不快感を覚える作品だなって今は思う。一番は母親の無理解で無デリカシーな描写はきつかった。母親ってそういうものだよねを描写したかったのはわかるけど、主題歌はとても良い。今でも名曲でな OP だと思う。